燃やせない？一応燃やしとく。特になし。何なんだ？変なやついた。マッチ。これチェックポイントか。弾とかめっちゃあんだけど怖えな。これ何の弾？多分これだ。回復。これ動かせないの？なに？まずいまずいまずい。やば。これ上がってこない。動かせん。どうすりゃいいんだ。これ扉じゃん。なんかおるか。あ、ばだだだばだ。てめえ。そうか、ショットガンか。数が多いならショットガン。ならハンドガン。間違えた。まだいんの？結構いるな。 あそっからどんどん出てくんのか。ちょ、まだ生きてんじゃん。てめえなんだよ。死んだふりはよくねえ。よし、手榴弾。弾がねえんだな。早い気もしたけど、まあ大丈夫だからいいや。なんか、ああ、さっきのと同じか。あっ、プラッ。
敗すると怖いからもういいかな。マッチか。ボルト系のが多いな。ハンドガンの弾なんだかんだでなくなっちゃってきた。ちょっしとこ。はっか。何？邪魔邪魔。え、ちょっと、何こいつ。危ねえ。何こいつ。え、どこどこ。今どここれ。近っ。あ。やばい、場所が分かんない。あぶねえ。やばい、場所が分かんない、マジで分かんない。危ねえ。あれー、外した。けっ。ショックボルト1個こうして移動して、
しゃがんでいけんの。こんなとこがあった。気づかなかった。念のため作っとこうかな。間違えた。ここは一体何なんだ。マジで何。よかった。でもやっとだよ。疲れた。おい、そうだろ。
燃やしとこう。あいつ死体から出てくる。私のすべてはあの忌まわしい事故の後、私を食い潰そうとする者たちに奪われた。暗闇の中で心の幻影が私を慰め罵った。私は自分を完全に失いかけた。だが彼女を見た。幻に過ぎないことは分かっていた。ナウラか。私は顔を奪われたものを取り戻す。彼女、最愛の姉ラウラを生き返らせる。あんたのラウラすごい姿になってますけど大丈夫ですか？お、セーブゾーンの音がする。作れるかな。あ、ショックも作れない。やばいな。フリーズのみか。お、久々のセバスチャンの指揮官。友人や戦友が死んでいくのは何度も見てきた。自ら選んだ仕事にはつきものだ。決して慣れたりはしない。しかし我が子を失う辛さは比べ物にならない。なかったことにできるなら俺は100万回死んでもいいのに。小さな羊が地面の下に下ろされた時、俺はとてつもない無力感に襲われた。この心の痛みにはこれ以上耐えられない。そうするべきではないという自覚はあったが、この数週間は酒を飲まないと眠れなかった。マイラのことが心配だ。最初のショック状態が過ぎて、嘆き悲しむ彼女の様子は普通じゃない。一人きりになりたがり、一晩中眠らない。悲劇を忘れるために仕事をしているというが、まるで現実から逃れようとしているみたいだ。子供を失った夫婦がどうなるかは知っている。そうならないようにこの苦難をマイラと共に乗り越えたい。どう？離婚の危機か。嘘だろー。冗談だよな。やめてくれや。タイツか。やばいやばいやばい。やめて。いやー、どうすりゃいいのこれ。うるさい、来んな。近い近い近い。うお、やだよ。逃げるよ俺は。やばいやばいやばい。勘弁してくれよマジ。うっせ、邪魔だ。いやー怖い。こいつだけはマジで慣れない。豚くんはもうちょっと慣れたのに。ショックボルトとか欲しいんですけど。
マッチ。やばいな、あれ戦うのか。いやー、嫌なんだけど。来そうじゃん。あれ？いけない。